懐かしいの。なんだったっけ。なんかね、しのってないって。そこから行きましょう。ブラブラそうだね。閉まっちゃってるんですよね。結局水曜日休みの店が多いということで、そこにも寿司ありますけど売ってないかな。なんか怪しいな。ビューが終了しました。早っ。マジか。ラーメン行く。寿司あるの。営業時間ないか。ないか。2時までなんじゃない。だそうか、うん、これはいけんじゃん。金沢玉寿司行こう。じゃあ高林坊の方に歩いていこう。そうやね、大通りから東の小山神社っていうの。小山で行っとこうか。ちょっと行くか。俺らがね、若かった頃が忙しくないんだよ。なんでも、もう随分寂れたって言ってたもん。確かに中心が駅の方に移動したって感じだから。まあ、しかないんじゃないの。そんなに。そうか。結構ボリュームある、ね、結構ある、ね、マジでラーメン団子食べたい。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 え？取れないよ。失礼すぎる。食ってるラーメンの話しようよ。結構ある。結構ある。あ、ああそうだ。当たり目とこうが立って。うわ懐かしい。あ、そうなんだ。マジ住んでた時は一回も来ないんだよね。これは懐かしい。
走ってたんじゃない？外回り陸上部だよね。え、てか今日学校やってないの？誰もいないけど。そうね。水曜定休日だ。定休日。定休とかあんの？学校めっちゃいいじゃん。いやでも懐かしいっすね。どっちの手とかある？だいたい左手、左手、こうやって外して、左手に入れて、で、お前細いな、結構。細い。で、ガッとかぶって、開始。これを、こうやって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 、こうやこれ90越すとちょっと高いよ。もう用意できない。月だと高い方が良くないってこと。まあ、良くないっていうか、100近くやとこれ下の血圧高いなってことになる。こいつ持ってたんだけど、こんなもんやから。あ、そうなの。そしたら、そしたらどうすればいいかって言ったら、血の巡りのいい食べ物を食べて、そういうことか。お酒は控えめに。なるほどね。あ、酒か結局。なんで。わあこれはごっそうやわ。これが一番なんだよね。うわすげえ。マジか。うわすげえ。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいわ。焼きそばの具。焼きそば。取り箸見たことある？いただきます。間違えるね。これいいね。うん、めちゃくちゃうまい。美味しいな。うん、漢字でそこを使ってないのメニューみたい。漢字って名前あるよ。ある、うん、値段がバレちゃうってやつか。値段がバレちゃうってやべえ、これこれマジで。うわありがとう。ほら、今日食べれんかった。うん、そう、そこの8割安いだった。あの、人もじゃなかった、寝てうまいもの寿司食べた。回っていない、うん、やばい、そう、盛り盛り寿司だったっけ、今日みたいな。あ、そうそうそう、あれがもう大行列だよ。駅からずっと出たのに、キトキト寿司だ。そう、で、最初そこ行こうかって言ってたんだけど、うん、結局、海町市場行くから。海町はダメ。結構ぼったくりみたいよ。あえてぼったくられに行こうっていう。搾取されに行こうっていう話をしてて。結局、8番になった。俺らっぽいねっつって。いっぱい他にもラーメン屋あるから。違うんだけど、8番ラーメンはないからさ、関東に。関東に。記念的に食べるっていうだけ。じゃあ、でも、あの、前もんじしないし。楽しみだな。チキン。入った。入った。あの、これしか触れてないです。チキンも行きたい。これ辛いやつかな。これだって何かなと思って食べるの美味しい。うん、めっちゃ美味しいね。辛いの。めっちゃ美味しいよ。チキン。チキン。うん。あ、行った。ああ、ダメ。もういいか。ダメやん。もういいよ。そのうちこれで食うんでしょ。もう一本あって。で、途中2本あるね。あ、あの根っこしかないがもあるけど。サーモン行こうかな。それは、これは皆さんこれお気をつけください。これは中華だ。これがありますね。あ、はい。昆布。昆布じゃないの？あ、これ食べれんの？昆布じゃないの？昆布なの？マジ？ナイロンじゃない昆布。これなの？これ？なんかわかるけど。うん。昆布でしょ？うん。薄い昆布。うん。すごい。これおにぎりか。
いや、これはケーキのような気がします。触るにもはや箸いいぜ。でヤンニョム的なものなんだろう。これ上で取って置いてね。新幹線どうやった？混んどった？つくねかな。ハンバーグ。うん。うん、若鶏と野菜のハンバーグ、栗入りハンバーグだ。なんか景色も良くなるって嬉しい。嬉しいですか？嬉しい。よかった。3年ぶりやん。そんなだっけ？あ、ベロベロとお刺身は。なんかつけんの？これは塩かな、うん、塩はもう刺身強かったかな。成城石井とか買ってるから。いくら？大して黒いのは好き。うん、これいいっしょ。古着、バンド T シャツ、サードデイ、三日目っていう番組。おはようございます。どうぞ。今日は墓参り。そうね。大事。うわ、いい天気すぎるな。ね、難しい。いや、来れてよかった。あのトンネル行ってみる。いや、行くよ。あ、それね。こういうのないよね。土管。ちょっと低いか。無理かも。無理よ。うわい。確かに。こっち側蚊がすごいので、そうそうに2つ天気が良くてたまにできてよかった。すがすがしい気持ちになるね。最後、サポしに行こうか。サポ。サポしに行くか。唐揚げかな。
これ何寿司よ。うん、うめえ。アナゴかどうか。アナゴだね。天ぷらなんかな。これは天ぷらってよりどうか。なんかフリットみたいな。唐揚げか。ソーセージこんなたくさんいるんだろう。ソーセージでごまかすみたいな。めちゃくちゃある。結構の卵を使ってる。優勝さん優勝、うん、アナゴが好きってだけだけど、何っぽい、え、何っぽい、そう、マジで何っぽい、これのメニューない、ない、これない、うん、季節によって変わりますかって書いてあるんで、じゃあスペシャルセットみたいな、うん、みんなで食べると美味しいね、美味しいな、楽しい、うん、うなぎなの、それ美味しい、うん、お母さんがちょうど30ここは ここ年の30ケイスケは私たち30でもケイスケ2月やから、ケイスケは私たす30だったら100歳、ケイスケたす30は私だよ、まあ、でもここで、まあ、あなた方英語ちょっと得意ですけど、あなた英語やわ、逆に英語禁止ゲーム、チキンとかじゃダメってことね、ダメ、うん、外来語、鶏肉、これは何て言うの、これ麦酒、麦酒だね、麦酒、じゃあ始め、英検2級するときは結構単語を必死に覚えたりしてたので、あのウェビリオの えあ、それ何、しゃべ、ウェブサービス、ウェブサービス、ウェブサービス、アウト、アウトって言ってるけどそう、あのサイトの、サイトもアウト、あのページとページアウト、ページ画面、画面、画面、画面か、こうな、あれの共通テストの、うん、あのテスト、あのレベル、レベルもね、いや、もうやる気ないやろやる気ないよ、一次テスト、今日アウトなんやって、あ、一次試験一応やろうとしてくれ、二次試験というのレベルが段階があって、それをめちゃくちゃ弱い、あの英検の試験は 4つあって、あの作文も試験にあって、だあの普通のテストみたいに穴埋め問題、あ、普通の試験みたいに穴埋めもあるし、聞き取りテストもあるし、聞き取り試験もあるし、喋りまくってる人が一緒に緊張して、その座って、あの最初なんて言ったの、あ、一番最初挨拶をして、なんてプリントをもらって、プリントね、あ用紙をもらって、説明用紙をもらって、そして説明を聞いて、うん、1問目はなんか文章を読むね、トイックはこのレベルの人もこの段階の人もこの段階の人も同じテストを受けるんやけど、英検はこのレベルの、あ、この段階のテストとこの段階のテストとこの段階のテストは全部テスト、試験が段階試験が違うので5秒で絶対無理なんだよ私たちが勉強したの This is a pen よく言ってたいやもう今禁止なんですよ、これは本ですっていうのはペンね、これは人生じゃペンを操ると本になっちゃう、これは鉛筆ですっていうのをずっと一生忘れないけど、忘れてんじゃん、あの忘れないけど、あの変わってきてる、これめっちゃうまい、うまい、いや、目全部取ったよ、ケイスケは
まあ、こういじわくと、ごめんごめん、いや、そんなことないよ、ね、あ、ごめんごめん、麺がない、麺がない、ごめんごめん、でも、よそでどう言ってるかも、いやいや、もうカオス、カオスなのよ、あげる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 、いいのよ、いいの、元の麺が少ねえなって、じゃあ、ちゃんぽん入れよ、ちゃんぽん入れよ、ちゃんぽん焼く、ちゃんぽん麺入れんの、ちゃんぽん麺を焼く、いや、焼くんよ、あ、じゃあ、ラーメン作って、これバッて、あ、あんかけ、元の麺は少ないのよ、ケンスケは私のことおかんって言ってるの、どっかで、あの、ちゃんぽん麺まだ食う、食える、うん、聞いてるんだよ、力ってのは聞いてるんだよ、じゃあこれ、これにかけますね、これちょっとやってみようか、いいですか、さあ、それではこちらを作っていきたいと思います、ご存知でしょうか、糸麺のちゃんぽん麺、欲しい人いるっつって、こうやってキャンディー持ちながら、出来たてです。